先ほどの続きです。題名多分有野中町の、河川についての続きということで記載していると思いますが、淡井圭介です。先ほどのところから、少し5分ほど歩いたところの地点、こういう風な風景ですね。しっかりと高さ測ってないんで、次どれぐらいの位置に、防波堤を設定するかなんですけども、先ほど撮影した橋の下のあたりの高さありますよね。で、あそこで1回防波堤を作ったら、その底の部分の高さのところがちょうど一番上ぐらいに来る地点でいいので、そこまで高低差あるかなっていうところなんですけどね、あの地点に作るべきか、それとももっと先に作ってしまうかっていうことですね。だからこれ順番でいくとね、あの水門の開け方って先ほど説明した通り、ずっと向こうに向かってで向こう側の方へ行くんですけども、一番最初の方の河川から全てがダム化していくと、一番下のところをまず開けてあげると、水を、放出すると、そしたらそこに次の、水門開いてあげたら、あの海から近いところの方からですね、そしたら水がすんなりと流れやすくなると。水が抜けてないまま水門開いても水が溜まってる状態だと、水が発電できないじゃないですか、通らないから。しっかりとやっぱり水の圧力をね利用する部分が大きいんで、そういうふうな工事をしっかりと進めていくと。で、工事の進め方として、やっぱり水門作る位置の場所が、川幅がやっぱり狭いところの方がいいんですよね。で、大雨の時とかどうすんのっていう考え方あると思いますけども、もう縦に水門開くような形でいいですから、全面開放型での発電と、それと排出口を小さくしておいて、例えば縦横2メートルぐらいですね、それぐらいの排出口にしておいての、この辺りにも実は畑あります。隠れ畑ですね。縦横2メートルぐらいの排出口、そちらの方が本当は水の圧力がすごくかかるから、普段はそれで発電、なぜ全面開放型がいるかって言ったら、大雨が降った時ですね、すんなりいつも通り川が流れるような形にしてなかったら、そういう大雨の時は対応できなくなるんでね、溢れ返ってしまうんで、全面開放型をしっかりと最初から用意しておくと。地下水流発電ってやっぱり基本的に大きなダムからの発電ですんでね、大きな河川からの発電、大きなダムとか琵琶湖からの発電ですんで、僕のホームページに記載している通り、九頭竜ダムを起点にして、周りの近隣の都道府県からのダムから地下水流発電を、通すと。そうすることによって大量の電力を、生み出すことができると。それで、原発や、ガス火力発電所の、代用が効くと。で、それでも足らなかったら、やっぱり先ほどのような案でね、各河川でそういうふうな工事を行って、で、パッと見で見てもらったら分かると思いますけども、結構な貯水量を作れそうでしょう。普通の水力発電としての、水でしか、使えませんけども、高低差利用してね、向こう側の、とある結構水量が集まるような地点から、地下水流として一気にっていう、方法もあるにはあるんですよね。向こう側の、それは相当水が溜めれるようなところじゃなかったら、地下水流発電せっかく作るから、
まあそこもストレートトンネルだったら排出量がものすごく多いんでね、24時間で見ると、まあ12時間で区切ったとしてもかなりの排出量になるんで、縦横2メートルストレート型、なぜ重力は、重力と水の水圧が加わりますんでね、まあそういう、まあ地元ならではの発電ということもできるっちゃできるんですよ。で、ちょっとあんまり歩くと大変なんでね、ちょっと電源切って、あとは地図で説明します。まあ本当は映像あった方がね、分かりやすいんですけど、まあ続きは後日、まあアップします。まあ、あと、まあまあ、田尾駅の、そうですね、その言ってた、もう一箇所の地点、水門作るべき場所の、そこだけちょっと撮影しますね。ちょっとね、パソコンとかいろいろ持ったまま歩いてるんでね、ちょっと息切れ中なんですけど、向こうから歩きましょうか。この辺から歩いた方がね、結構分かりやすいかもしれないですね。で、あの辺りとか、今でも日本、農業分野でね、米とかと、米、小麦、未だに海外から輸入してます。だから、ああいう風なところで、空いてる畑とかあったり、森を切り開いてね、森というか、まあ、丘を切り開いて、畑作れるんだったら作った方がいいですね。そうしなかったら、やっぱり、原油がね、1万年後ぐらいに、結局地下水力発電とかいろんなことを行って、電気自動車化しましたと。で、多くのものが、電気で動くようになって、車とか。で、まあ、大きな貨物船は原子力貨物船で、政府の方に話し通して、もうすでにエンジンは出来上がってるんですよね。だからウランとプルトリウムも掘るのも限界があって、いずれ。で、掘り尽くすっていう現象は、1万年後だろうが2万年後だろうがいつか起きるので、ね、原油の件に関しては残り60年分なんでね、早急ピッチでなんとか電気自動車化せんかったら、どうしようもなくなるんですよ。本当に。で、旧ソ連のあの地域の原油の埋蔵量は変わってないんでね。まあ違う地点とかでも掘る方法っていうのは僕の方でアイディア提案して、海底多分その方法だったら3000メートル、4000メートル下でも掘れると。そういう部分はあるんですよ。ただ原油をあんまり使ってしまうといずれ限界があるのは目に見えてるんでね。だからその辺のところはしっかりと考えて対応しなきゃなんないなとは思うんですよね。この先幅減少と、まあ高さあんまりこの辺はないんでね、水貯めるのにってもうこの長さでどうにかするしかない。だから先ほどの橋見えてますよね、先ほど撮影したあの橋、あの辺りに作るべきじゃないかと。で、ここではまだちょっと距離近いかもしれないですね。まあ向こうの川の下か、まあどうでしょうね、けど川の横からで行くとその辺りの方が、まあ近いっちゃ近いですよね。で、できるだけ畑残しの方向で高さ出していった方がいいですね。新しく開墾したりするの大変ですか。それでも結局今重機使ってるからガソリン使うじゃないですか。で、一応文字苦手な人のために説明しておきますけども、ホームページ淡井圭介の履歴に文字でしっかりと記録は残してるんで、一回まあ内容動画見ていただいて、その文章読んでもらったら何をするべきかっていうことはしっかりと分かるかと思います。で、金属の残存量とかだってあるし、薪ストーブの、暖炉を学校に淡井圭介は配備することを推奨してるんですが、まあ詳しい内容はね、ホームページに書いてる通りです。
学生さんが体育の時間とかにね、みんなで交代で、ちょっと自転車こう入れとファン回して、電気使わずに、人力でね風を送って各部屋に、暖炉で温まった熱風ですね、そういったものを各部屋に送ると。で、暖炉自体燃やすとき、薪と燃やして、温めると。それはなぜ必要かって言ったら防災のためなんですよ。正直戦争はまず絶対ないです。国連は世界各国を加盟した時点で軍事同盟状態ですんで、もうそんなところ悩む必要ないんですよね。それよりもこれから先どうすればエネルギーしっかりと残るかっていう部分、それを、考えるべきであって、で、薪ストーブが各地にしっかりと配備できたら、それだけ電気、発電もできるんですね。で、学校の方から電力を売るような形にすれば、例えば甲子園目指すような学生さんたちはね、近隣の山に、木を切りに行くと。あんまり傾斜きつくて足場危なそうなところはいいですよ。30度ぐらいまでのところでいいんじゃないですか。もう見た目でいいですよ。そんな細かい数値なんか求めてもしょうがないんで、まあ俺やったらいけるぞと、いうような連中は登っていって、命綱、安全ロープ使ってくくりつけて足滑らしてもこける程度で、それだったらできるよっていう人間は斧持っていってね、1日500スイングなり1000スイング斧でしてもらって、で木を切っていってもらうと。で、文化系の人間とかが、職人をしていくと、文化部の人たちがね。そうすることによって、学生さんたちの方で、学費を発電することによってね、冬場、ある程度、賄えたりとか。で、もちろん、木を切りに行った時に、部活動の、筋トレみたいなものになるじゃないですか。それで、最低賃金法に当てはまる、最低賃金に当たるような給与も、払えてあげれたら、いいなと思ってます。そのところに関しては正直斧で切っていくからなかなか時間かかると思います。これ個人差かなりあると思います。体力あるものないものでね。ただ僕はもともと秀和株式会社という灯油の巡回販売の仕事で、体鍛えたことあるんですけども、その時に中身の入った灯油缶、4缶同時に持ち上げていました。身長、私、淡井圭介、170センチほどです。で、そういった人間でもそこまで体を鍛えることができるんですよね。で、そういったことを踏まえて、で、あと年齢なんですけど、私今44、今年45歳なんですけども、42歳の時、ちょっと体作りしてみようかと思って、トレーニング、腹筋と腕立て15回、それと走り込み300メートルから400メートル、それと懸垂3回と、素振り50本、これを1セットとして1日10セットしました。で、もうちょっと筋肉搭載できるなっていう気はしてたんですけども、それでね、1日要するに懸垂30回と素振り500本と、走り込みが3キロから4キロと、腹筋腕立て150ずつぐらいしてますんでね、トータルだから、若い人で甲子園目指すぐらいの連中だったら1日500スイングなり1000スイングぐらいできると思うんでね、バッティング練習とか守備練習とかと1日 5体でいいと思うんですよ。山の中入っていて、夏場とかだったら蚊が多いから遠慮したりとか、実技の方練習しようとか、期間定めていろんな形で練習できると思います。で、あとはやっぱり運搬はね、トラック等使わないと無理あるんで、本当に木重たいです。自分で持ったらびっくりしますよ。聞いて意外とものすごく重たくて、ああだから柱って丈夫なんだっていうことはよくわかると思います。この話をつなげていくとね、柱の話になると、阪神淡路大震災で私が働いていたトポスというスーパーマーケットが、中央に柱を入れてなかったんですよね。で、鉄骨入れてなかったものだから、5階建てか6階建ての建物が2階建てになってしまったと。べしゃんと潰れたんですね。その当時私そこでアルバイトしていて、阪神淡路大震災で5時47分、
に発生してますけども、その日たまたま休みだったんですよね。で、働きながら学校通ってた方なんですけども、まあ、先ほどの河川、ずっと続いていくと、先ほど言ったエリアから、まあ、あのカーブを描いて、まあ、ああいったところとね、まあ、この辺で合流してきます。左手の方からちょっと水流れてるじゃないですか、奥の方のところ。あそこから水が合流してるんで、この地点でちょっと水量を増します。で、結構この辺段差あるんで、堤防を作るならその水が合流してくる一歩手前のところあたりでね、上の段のところあたりで堤防を、作るぐらいがちょうどいいんじゃないかと。で、段差がそれなりにあるんで、まあ、この風景すごく勉強になりますよね。水が通ってるところ、水が少しずつ通ってるところって石でも削れていくんですよ。これが現実だから、本当はあんまり山を削らない方がいいんですよね。いずれ陸地が面積減っていきますから。まあ、それは気の遠くなるような話ですよ。で、重機が動いてるような地点とかありますよね。まあ、ああいう風な地点とかで、もう一つ、防波堤作ると。っていうのは高低差があるので、水溜めておくのに何箇所か、こういう風に、結構、高さが差が出てきているところは短い距離で防波堤作った方がいいと思うんですよね。で、この辺の木の部分とかもあんまり気にしないで、ある程度まあ、水没しても大丈夫ぐらいの感覚で行くんだったら、あそこの真ん中の地点はなしで、合流ですね。あんまり高さ出そうとすると、その向こうの方の家のところの位置とかにも、いろいろ畑の位置とかも寄ってくるんで、多分ね、何箇所か作った方がいいと思います。きっちり僕も測ったわけじゃないので、まあ工業界の絶対的なルールっていうのはあれなんですよね。もうミリよりも 0.0 何ミリ以下ぐらいでしっかりと寸法を出さなきゃならないと。そうじゃなかったら、そんなものは本物の製品としては認めないと。これがジャパンのクオリティなんですよね。日本品質なんですよね。だからそういうふうなところをしっかりと対応していかなきゃならないので、やっぱり測ったわけじゃないんでね、いい加減なこと言えないんで、先ほどのような文言になります。まあ、この辺もね、まだちょっとだけ畑残ってます。で、ですね、まあ、先ほどの柱の話、柱が重要っていうところから、鬼滅の刃っていう漫画が出来上がってるんですよね。で、まあ、やっぱり鬼が昔から日本では悪者ですから、まあ、日本らしい漫画ということで、鬼という、まあ、設定で、いろんな勝負事とか、いろんな何か、人の役に、世界中の人に役に立つようなことを考えるような願い事だったらいいんですけども、自分だけが例えば長生きしようとしたり、不死を得ようとしたりとか、ああいう、まあ、不死ですね、その無茶な理論ですね。世の中いろんなことありますよ。で、そんな方向で進むから鬼のような人間になるみたいな、まあ、もともとはそういうふうな子供の頃に話していた内容ですね。で、薪ストーブの話あったじゃないですか。先ほどの学校の避難所の。だから、そういうふうなところで、ああいうふうな、住地、炭治郎でしたっけね。違いました。かまど炭治郎ですね。そういうふうな名前は、まあ、小学生の頃に考えていた名前ですね。まあ、こういうふうな街路樹とかもね、いろんな真実がありますよ。ずっと、大きくしていったらいいと。で、電線に、届きそうになってきたら、その部分をカットしたらいいっていう考え方が元々の主流だったんですけども。木もね、木によるんですよね。中がもう虫に食われてる木とかもあるんですよ。だからもうある程度の大きさになったらカットして、で、柱とか
家建てる時の木材に使用した方がいいんですよ。で、海外から木材なんか輸入したら絶対にダメ。日本でそんなことできるから、しっかりと自分たちで木植えて、で木を育てて、で木材でしっかりとした家をできるだけ作ると。だから木材の量をケチらんかったらいいんですよ。そうすれば震災に対して強い家っていうのは作れます。